ペンネーム、アキさん。22歳の男性からいただいたお悩みです。タイグ様はじめまして、いつも動画を拝見しております。私は今年から社会人になりました。自分なりにやりたいことを見つけ、それを体現できる職場にも恵まれました。ですが、3ヶ月ほどで退職してしまいました。理由は、学生時代に発症したうつ病による不眠や気分の落ち込み、それにより仕事に悪影響が出ており、 普段では考えられないミスが多くなり、職場での人間関係にも支障をきたしていました。自責の日々が続き、己の生きる意味はあるのだろうかと自殺も考えました。私は中学卒業してすぐに親元を離れて働きに出て、自分の夢であった進学への学費を貯めながら、すべて自分の力で自分の生活を守っていました。ですので、根性だけは誰にも負けないという自負がありました。 ですが、無理がたたり、1年ほど前にうつ病を患い、生活を守るため学校を退学しました。その後自分なりにやりたいことを見つけ、ご縁があり、正社員としてある会社に雇っていただきました。この仕事で頑張るんだ、との思いで入りました。ですが、私はうつ病になってから自信を失ってしまいました。誰にも負けないと思っていた根性すら、今は見る影もありません。 第一にうつ病になってしまったことすら情けない思いです。こんな自分には何があるのでしょう。昔の私はどこに行ってしまったのでしょう。悔しくて情けなくて胸を張って人に会うこともできません。大和尚様のお言葉をいただきたいです。禅の言葉に、核念無償というものがあります。これは、紀元後400、 五十年からまあ五百年にかけてですね、4四百年代の後半、現在の中国が領という国だったんですけども、この領という王朝の初代皇帝ですね、武帝という人がいたんです。この武帝が、 かの有名なダルマ大師インドから中国にこう禅を伝えたと言われているダルマさんですね。このダルマ大師ダルマさんにお会いして、そしてこんな質問をなさったんです。いかなるかこれ正体第一義という質問をしたんです。これどういうことかというと、真理。 聖なる真理というものはどういうものなんだって。それについてね、教えてくれと。皇帝が、ダルマ様に尋ねたんですよね。で、それに対して、ダルマ様が、ダルマ和尚がお答えになった言葉が、覚念無償ということです。覚念無償っていうのは何かというとですね、この覚念というものが、 何か一つの箱のようなものだと思ってください囲われた箱でこの囲われた一つのこの箱の中に何があるのかとどんな聖なる真理があるのか それに対してですね、ま、あ誰も和尚の和尚様の答えは、格念無償。そんな箱の中、その中に何か聖なるものがあるんじゃないかと、思ってたら、そんなものはないよというのが無償です。聖なるものがないっていうことなんです。つまり、 聖なる真理について教えてくれと。という、武帝、皇帝の問いに対して、ダルマさんの答えはね、何かこの修行をして、ものすごく修行して悟りに行ったお坊さん、に至ったお坊さんがいるぞという噂を聞いて、この武帝、もう仏教を非常に信仰してた人なのでね、ぜひ、このダルマお嬢に勝ってね、こう、質問したい。 ということで。で、お会いして。そして、自分はこれまで仏教のためにいろいろな建物を建てたり、すごく尽力をしてね、徳を積んできたつもりだけれども、真理を教えてくれと。聖なる真理を教えてくれと。頼んだところは、そんな聖なる真理なんていうものはないんだと。いうのが、このダルマ保障の答えだった。そんな逸話が残ってるんですけど。さて、 アキさんの問題は何かと言ったら、もう早い時からね、早い段階から苦労して、もう、中学ですか卒業して、中学を卒業してすぐ親元から出て、自分なりに、親に迷惑かけないように、頑張って働いて、そして、こう、負けまいと思ってやってきたんですね。で、一生懸命、 自分を舐められちゃいけないと思ってやってきたんでしょうね。そんな気持ち、本当にあの私もかつてそんな気持ちで一生懸命こうかっこつけてた時期があるので非常によくわかる気がします。私が学生時代東京に大学のために進学して進学のために東京に行って で、本当にこう、自分のその時の気持ちとぴったりの曲に出会って涙したことがあります。長渕剛さんっていう人のトンボっていう曲なんですけど、その私が涙したフレーズの部分っていうのをね、ちょっと今、あの、改めて読んでみたいと思います。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい。 そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。死にたいくらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらのボストンバック、北へ北へ向かった。ザラついた苦い砂を噛むと、ねじ伏せられた正直さが、今頃になって、 やけに骨身に染みる。ああ、幸せのトンボよ、どこへお前はどこへ飛んでいくああ、幸せのトンボがほら、舌を出して、笑ってら。という歌詞なんですけど。コツコツとアスファルトに刻む足音。これがもうまさに、都会を象徴してますよね。私も、愛知、出身なので、東京行った時に、 あの高層ビルと、そしてそれと歩くところあるところ、あの、私は寺で育ちましたから、あの、むしろ舗装してないところだらけでした。雨が降ればぐっちゃぐちゃ。でも、東京は全部舗装してあるわけですね。その、完璧なまでに舗装された道路とか、高い高層ビルとか、日本中から世界中から優秀な人たちが集まってきてるんだろうなって、そんなところでこんな田舎者が行って。 本当にこう、負けたくないと思って一生懸命こう、背筋をピンとして格好つけて、負けたくないってこういう気持ちなんですよ。だけど、実際は中、中身は何もないでしょう。本当に薄っぺらなボストンバッグなんですよ。何もないんですよ。何も持ってないし、何も入ってないし、何も、何もないんです、自分に。だけれども、根性だけはと思って気持ちだけは負けまいと思って。だけど、気持ちだけなんです。 いや、気持ちだけどころか。気持ちだけは負けまい。根性だけは負けまいと思ったら、とんでもない根性のやつがいっぱいいるんですよ。はぁ、叶わないです。だけど、それを負けたくないんですね。負けを認めたくないんです。さて、アキさんがそんな気持ちであったかどうかって、そんな気持ちで今あるのかどうかっていうことは、正直お話ししてないのでわからないんですけど。 アキさんの問題はね、自分は負けたくないって、自分は頑張ってきたんだっていう自分っていうもの、これをね、聖なる箱の中に大事に大事に持ってきたんですよ。けれども、それが、就職して、まあ自分も、 学生時代からこう、社会人になって、いろいろな現実に、別に仕事が嫌なわけじゃないんですよね。これで頑張ろうと思ったんだけれども、なんか、この自分と思って大事に大事にこう抱えてた、それがですね、やっぱり社会人になるとね、社会に出ると、より大きな広い世界に行くとね、この、じ、自分、 っていう、負けたくないと思って大事に抱えてたこの聖なる箱の中に、おじさん何にも入ってないってことにだんだん気づいていくわけですね。いや、そうじゃないんだと。私は頑張ってきたんだと。自分は、まあ、中、中卒で、学もないけれども、大学卒とか、なんかそんな、 学歴とか、そんな人たちには負けてないんだと。負けないものを持ってるんだと。で、そう思ってね。持ったものが、ちょっとずつちょっとずつこう、何にもないっていうことに気づいて、一生懸命こう空気で膨らましてた、この何も入ってないガランドの現実に、 でもそれがはっきり言葉にならずにやられていくっていうことが起きるんですね。おそらくですけれども、詳しい話は聞いてないけれどもね、秋さんにそんなことが訪れているのかなという気がします。さて、私からの処方箋は何か各年無償。 核念無償っていうことが、負けたっていうことではないっていうことです。自分が聖なる箱って思ってた、この核念の中、これがね、空っぽだったと。そんなものはないって気づいたことは負けじゃないんですよ。これは可能性なんです。 そうでしょずっと自分が頑張ってきたと思って新しい社会に飛び込んでいった。そしたら、この箱の中は空っぽだったって気づいた。これは、悲観すべきことではないんですね。自分が何にもないのに戦ってるから辛いわけです。何にもない、自信がないのに、 自分はこういうことだけは人に負けまいと思って自分、自分は、自分はって自分を守ってた。空っぽの自分を一生懸命守ろうとしてた。一生懸命こうやって大きく見せてたっていう。それが実はなかった。薄っぺらいボストンバッグなんだって気づくってことが大事なんです。これは可能性なんです。だって入ってないんだからこれからどんどん入るわけでしょだから可能性なんです。 これがいっぱい詰まってたら、それ以上入らんわけじゃないですか。けど、何にもないんだから、何でも入るんです。さて、処方箋ね。アキさん。自分は、根性だけはとか、自分は中学からこうやって、自立して頑張ってきたんだっていう自分を、 思い切り捨ててしまってみてください本当は入ってないでしょうね本当は入ってないんですよでも入ってないっていうところに気づいたら何でも入ってくるんですそしたら鬱にはならんのですよ鬱っていうのは何かと戦ってる状態なんです常に緊張状態が続いている状態なんです ライオンが、もうライオンが身の回りにいないのに、ずっとライオンから逃れたのに、そもそもライオンなんて周りにいないのに、サバンナの中でライオンに怯え続けている。というインパラと変わらないんです。それがずっと続いているとうつになりやすいんです。 ずーっと戦ってたり、ずーっと逃げ続けたり。で何と戦ってるのか、何とから逃げようとしているのか。これが本当に目の前に物理的にいる上司とかね、目の前に何かある嫌なことだったらいいんですけれど、アキさんの場合は、おそらく、そういった外から本当に何かに脅かされてるということでなくて、それ以上にね、 脅かしているるるものが内側にある気がすすんです自分が、自分はこういうものだけは負けたくないんだっていう、そういう気持ちを強く持つということは時に悪いことじゃない。けれども、一生懸命この空っぽの自分っていうもの入ってないのに、一生懸命これを入っているように見せようと思って戦い続けてるっていうのは、自分で自分に緊張状態を敷いて、自分で自分に、をずっとこう、 追い込み続けてるっていうことなんですね。で、もちろん適度な緊張状態は大事です。そうやって自分を鼓舞して頑張ろうと思う気持ちは大事です。でも、もっと大切なことは、あ、空っぽなんだと。だけど、こんな空っぽな自分は決して負けたってことにならないんだと。いや、むしろ、どんどん入れられるじゃん。何が入ってきてもいいじゃない。 という気持ちで自分のボストンパックすみません何も貼ってないですって言って生きていく方が実はすごく楽だったりしますさてということでアさん処方箋をねあの 俺はこうしてきたんだ。こうやって頑張ってきたんだ。なのに、うになって、うつになって、情けない。こんな自分は生きてる意味があるんだろうかって。こんな弱い自分はいらないんだっていう、そういうものをもう捨ててください。最初から入ってないんですから。最初から入ってないのに、一生懸命入ってるように、いっぱい入ってるように見せてきたっていうだけなんです。何にも入ってないよっていうことをさらけ出すことは、負けたことにはならんのです。 何にも入ってないよっていうことをオープンにさらけ出したらどんどん入ってくるようになるんです。知ってるということは可能性であり可能性でないんです。自分が知っているって思ったらそれ以上新しいことは入ってこないから。自分が持ってる、いっぱい持ってるということは可能性であり可能性でないんです。 いっぱい自分が持ってるということにも何にも持ってないっていうことの方が何でも入ってくるので可能性だったりするんです。ということで、どうかね、アキさん。うつ病になる今の苦しさっていうのはまさに何にも入ってないのに入ってるって一生懸命こう自分を大きく見せようとしてきたことに ちょっともう、そう、そうやって頑張るのやめなさいっていう体の警告として、それが訪れたと思ってください。全然負けてないんですよ。ここからスタートなんです。でしょ一生懸命空気で埋めてきたパンパンのボストンバッグをピューって、蓋開けたら、ジッパー外したら、何も入ってなかったって。楽じゃないですか、その方が。 とということでで空っぽのボストンバックをですねひっくり返して進む何も入ってないですよ僕っていうことが可能性なんです、ね、どうぞ自分と戦わないで勝ち負けなんて関係ないんですね持ってないことは可能性の塊だってそう思って世の中を見てみると 面白いいいこといっぱいありますうわこういうこと勉強したいなと思うこといっぱいあります。うわいいなあこんなところに行ってみたいなと思うところはいっぱいあります。全く180度違って物事が見えてくるっていう境地が訪れるんです。各年無償辞書で調べると 明けっぴろでからりとした何にもこだわりのない世界というような定義が出てくると思いますけれども何があけっぴろげなこだわりのないカラリとした世界なのか自分がっていうことですどうぞ自分と戦わないでくださいそして 格念無償の自分を喜んでください。応援しています。